PR のみえです。じゃじゃーん。今日は11月20日ごろ発売予定の超デラックス1月号を紹介していきます。今回ののちゃんイケメンたちに囲まれてますよ。みんなすごいイケメンで、いつも読みながらキュンキュンしてます。そしてなんと今回の超デラックスは新作読み切りが29本も載ってるんです。これはちょっと1日中読み切れないですよね。それでは早速注目作品を紹介していきます。まずは今回表紙と感動カラーを飾っている矢上千歳先生の俺様キングダムデラックスです。クリスマスイブが近づく日、高校生漫画家のののは外で彼氏の黒沢くんがモデルのりなちゃんと待ち合わせしているところを見つけてしまう。果たして黒沢くんとりなちゃんの関係は？いやいや、こんなことあっちゃダメですよね。続きがすごく気になります。皆さんもののちゃんと黒沢くんの運命を確かめてあげてください。続いてはチャオ12月号で読み切りでも掲載された小倉飛鳥先生のヴァンパイアの花嫁です。幼なじみのヤクモくんからいつもプレゼントをもらってばかりのチカは初めてヤクモくんにプレゼントを買う。なんとその帰り際にばったりヤクモくんと遭遇。なかなか渡すタイミングが見つけられないチカはヤクモくんにプレゼントを渡すことができるのか。プレゼントをあげるのってもうすごく緊張しますよね。私も読んでてずっとキュンキュンしちゃいました。次は新連載、中島由香先生の天使と悪魔と私です。人々の心を癒す良きシスターを目指す天音、世間を知るために女学園から男女共学校へ編入することになった天音は、編入先の学校で神兄弟と呼ばれる流星くんと大地くんに出会う。女子にモテモテな神兄弟だが、天音だけは他の女子と違うと気づき興味を持ち始める。女学園育ちで男子と話したことのない天音は一体今後どうなるのか。これはドキドキの新連載が始まりました。主人公の天音ちゃんがすごく純粋で可愛くて、神兄弟の流星くんと大地くんのキュンキュンするアプローチからも目が離せないので要チェックです。続いてはチャオ本誌でも絶賛連載中、西村智子先生のリリア伝説の家政婦です。幸せを呼ぶと呼ばれている伝説の家政婦リリアは、小学生くらいの女の子が万引きしようとしているところに遭遇。リリアは犯行を止め、その子に注意をする。女の子の名前はほのちゃん。ほのちゃんはおばみに一日リリアのお手伝いをすることに。お話は衝撃的な始まり方をしたんだけど、リリアとほのちゃんが打ち解けていく様子がほっこりしたので、皆さんもぜひ読んでみてください。ちなみにリリア伝説の家政婦の第1話はチャオチャンネルでボイスコミックが配信中なので、皆さんぜひ見てください。次はチャオホラー人気作品、中村さとみ先生のブラックアリスです。アリスからお友達アンドロイドゲームをもらったクミ、そのアンドロイドを自分好みに育てることができると知ったクミは、さまざまなことをアンドロイドに命令するようになる。次第にクミの命令はエスカレートしていき、チャオホラー人気作のブラックアリス、今回も少し怖い様子が入っていてとても面白かったです。続いてはチャオ人気ナンバーワンのダークファンタジー、ショコラの魔法です。ある日ショコラはお店のラジオから聞き覚えのある音楽が流れていることに気がつく。それは10年前に知り合ったショコラの友達ミノンちゃんのバイオリンの音楽だった。しかしラジオから聞こえる音楽はミノンちゃんの演奏と少し違う。ショコラとミノンちゃんの出会い、ラジオの音楽がミノンちゃんの演奏ではない理由、読めば読むほど少しダークなお話の内容に入り込めて一気に読んじゃいました。ピックアップ作品ラストはワオアキラ先生のお騒がセレブさくらちゃんです。ホテルに幽霊が出ると聞いたさくらちゃん、将来後を継ぐ身としてこれは放ってはおけないと幽霊事件を解決しに早速ホテルに向かう。するとそこにいた幽霊の正体は、
お騒がセレブさくらちゃんは今回のチャオデラックス1月号で私が一番注目していた作品です。主人公のさくらちゃんと友達のコガネイくんとのやりとりが面白くて、いつも読むたび笑っちゃいます。皆さんもぜひチェックしてみてください。チャオデラックス1月号は11月20日頃発売予定です。注目作品以外にもチャオチャンネルでアニメやボイスコミックが大反響の五十嵐薫先生のいじめの最新作や、他にも面白くてキュンキュンする作品がたくさんあります。全29作品、皆さんぜひチェックしてくださいね。この動画がいいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイチャオ。